助動詞らしの活用と意味です、えー、助動詞らしいなんですが意味は一つしかありませんそれも何々らしいと訳せる語なんですよね今私たちが何々らしいと使っているその語の元になったのが助動詞らしであると言えますねではいつものように接続からお話ししましょう文中にらしが出てきた場合その 直前の語の形は終始形です。ただし、らへん型の語の場合は連体形に接続します。これ詳しくは助動詞べしの活用と意味の動画でお話は終えています。ですが1点だけおさらいしておきましょうかね。えー、らへん型の語の連体形はるで終わるという特徴がありましたよね。 ただ単にらへん型は連帯形ということだけ覚えてもなかなか使いづらいでしょう。らへん型の語が具体的に何があったのか、そしてそれらの語の連帯形はるで終わっているということを抑えるからこそ、接続が学べていくわけですね。さあ、なしの活用です。えー、未然形は、 打ち消しの助動詞、図をくっつけて確認するのがいいですね。連用形は接続助詞の手をくっつけたりして確認するのが良いでしょう。終止形は言い切りの形です。連体形は代表的な体言、ことをつけて調べるのがいいですね。以前形は接続助詞のどもをくっつけてみると分かりやすいです。命令形は命令する時の言い方そのままなんですが、便宜上びっくりマークをつけておきます。 ラッシュの活用これはかなり特殊なパターンです。未然形はありません。連用形もありません。終止形はラッシュ。言いいりの形そのままです。そして連帯形も変わりません。ラッシュです。以前形も変わりません。ラッシュです。そして命令形はありません。丸です。丸○ラッシュラッシュラッシ丸もう一度。 〇〇らしまらるしらし。さらに〇〇らしらしまる。このような特殊な活用をします。そしてまだもう一つ特徴があるんです。はいそれは連帯形と依然形についてなんですが。 これまでは連帯形は代表的な体言、ことをくっつけて確認。已然形は依然形接続になります、接続助詞のどもをくっつけて確認とお話ししてきました。ですが、助動詞らしにおいて実際にこれらが使われることはありません。はい、見てください。連帯形と已然形は、それぞれかかり結びの結びの語の 時だけに使われるんですでもよく考えてみてくださいね。助動詞らし、修士形らしでしょそして係り結びの結びということは文末ですよ。文末に形の変わらないままらしで使われてしまうということなんです。修士形もらし、もちろん文末で使われることの多い形なんです。文中に かかり結びの係助詞があるということを確認してからでないとこの連帯形已然形それぞれのラッシュを見抜くことは難しくなってしまいますいつもなら連帯形ならことを続けて確認已然形ならどもを続けて確認とお話ししてきましたでもラッシュはそのことについても特殊ですよね ということでかかり結びの法則について、えー、不安になってしまった方忘れたかもしれないなと思われた方は、えー、すぐにかかり結びの法則の復習の時間を作ってみることをお勧めしますただ単にねかかり結びの結びで使われるというだけ覚えてもしょうがないわけなんですよもともとの知識として必要なかかり結びの法則についてもこの機会に勉強し直せるチャンスですよさあ 意味です。意味は推定です。何々らしいと訳して構いません。ただ、推定というのはどういう意味なのか、ここでつまずいてしまう方が非常に多いですね。はい、ここで推定の言葉によく似た推量をお話しして進めたいと思います。助動詞の学習においても推量の助動詞出てきましたよね。 例えばムムーととかとかズましまたべしなどが出てきてきいますそれらを使った例文や文章これからもっともっと学習が進む中でいくつも目にすることと思いますが水量の場合自分自身の当てずっぽうまたはなんとなくというように特に理由のない根拠のない不確かな判断であることなんですね。 一方、推定は違います。客観的なある根拠があってそれに基づいた推測なんです。ですから推量と推定ではどちらの方がより正しい状況に近づいているのかというともちろん推定のはずなんです。ではここまで分かっていただいたら次は客観的な根拠とは具体的に何かを知りたくなりますよね。 ここでね、一つの和歌を取り上げたいと思います。万葉集に収められています。春過ぎて、夏、来たるらしい。白鯛の衣を干したり、雨のかぐやま。ああ、聞いたことがあるぞと思う方は非常に多いと思います。それもそのはずです。百人一首の2首目。地頭天皇の歌に、春過ぎて、 夏気にけらし白帯の衣干し蝶天のかぐや山、ま、という歌が収められていますあれところどころ違うぞと思われると思いますが今はそのお話は横に置いておきます。それよりも「万葉集」の「春すぎて夏来たるらしい」「白帯の衣干したり雨のかぐや山、ま」これについて理解を深めていきましょう。 春が過ぎて夏が来たらしい。ここまでは皆さん大丈夫ですね。春が過ぎて夏が来たらしい。その証拠に白帯の衣を干したり真っ白な衣が干してある雨のかぐやまには。 のなんですですからこの読み手は春が過ぎて夏が来たということをはっきりと推測しているそれは白たえの衣が干してあるあの雨のかぐやまにそうなんです雨のかぐやまに真っ白な衣が干してあるそのことを見て客観的な根拠として春が過ぎて夏が来たんだな ということを判断している。このような意味になってるんです。今回のこの和歌におきましては、拉氏が使われている客観的な根拠は、白帯の衣を干したり雨の格山と言ってはっきりと書かれています。そうなんです。推定の拉氏の意味を持つ助動詞拉氏が使われるときには。 その前後に必ずず客観的なな根拠が書かれているはずなんですこのように文を読む中で「その証拠に何々?」「なのだから」などと補ってお話が続いていく文がつながっていくような場合にはそれを客観的な根拠とみなすことができますね。さあ助動詞らし 接続は終止形です。ただし、らへ型の語は連体形になります。詳しくは助動詞べしのところでお話は終えていますが、らへ型の連体形はるで終わっていることが特徴の一つです。そのるに続く形でらしが来ていると思ってくださいね。さあ、活用です。 〇〇らしなしなし〇もう一度〇〇らしなしなし〇最後〇〇らしなしなし〇です中止形連帯形依然形しかありませんそれから連帯形や依然形なってかかり結びの結びの時にしか用いることはありません非常に大きな特徴ですなしの意味は一つ 推定です。何々「らしい」と訳しますがその「らし」が来ている時には前後に客観的な根拠のある推測が書かれているはずです。その証拠に何々なのだからと補って考えられる部分が客観的な推測とみなして構いません。水量の当てずっぽさや「なんとなく」という思い込み。 そうではなくって客観的な事実があってそれを根拠にして推測したり決定したりしているそのようなのが推定の「らし」となります助動詞らしの活用と意味以上です。